こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。定芸が郵便で発送しましたが、物が届きません。保証は大丈夫でしょうかというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画でですね、定芸が郵便で商品発送したんですが、メルカリがね、保証してくれるかどうかって話なんですよね。ぜひね、紹介させていただきます。はい。で、この場合なんですけど、ほんと残念なんですけど、メルカリ便以外はですね、保証が効かないですね。はい。で、今ですね、メルカリ便も、補填なんですが、全額ですね、保証されません。なので、ぜひね、注意していただければいいかと思います。はい。で、定型が郵便なんですけど、まずですね、商品が届かない場合なんですけど、これはですね、私も何回もあるんですけど、届かない場合ですね、数週間後なんですけど、商品がですね、戻ってくる確率が非常に高いです。はい。で、商品がね、どうしても戻ってこない場合はですね、郵便局に行ってですね、追跡ってできるんですね。ただしですね、追跡を出してですね、戻ってくるかどうかってことをですね、郵便局の方に聞いたんですけど、それをですね、保証がですね、なんとできないんですよ。はい。なので、例えばですね、クリックポストとかで出して、番号を出ますので、そうするとですね、100% 場所わかるんですけど、定期外郵便で出したときに戻ってくるかどうかって話なんですけど、戻ってくればいいんですけど、戻ってこない場合はですね、ぜひね、郵便局に行ってですね、かなりです、しつこくね、依頼をしていただければ、かなり調査やってくれるかと思いますので、ぜひね、その点はですね、お願いしてみるしかないかと思います。はい。ぜひね、試してみてください。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE アド登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。